9月24日のケリヒメスイーツ、今日は何かする？お月見？この辺りうろうろするぐらいかねえだね。レッツゴー。特にお知らせ者はつまりないぞ。あ、でも火曜日にメンテがあるらしいから、ちょっと大きめの更新来るかね。UI 回収系はありそう。プラスイベントだけども何かね。このゲーム内から見れるページだと大して書いてないけど、意外とケリヒメツイッター見ると情報が出てたりとかありえるからな。でも最近なんかガチャを回したいと思えるやつが減ってきたな。コラボ系でも繰り返しが多いからかな。このコラボが来たのみたいなね、そういうびっくり案件があればちょっと回したくなるんだろうけど、結局はコラボ系だな。魅力が出るって言ったら、せっかくケリヒメはね、こういうキャラがちゃんと作られて一応動くから、その動いてるキャラ目当てで、ね、欲しくなったりするからね。いってら。もう一つの方も出てくれないとな。なんかウサギの方が出やすい気がする。こればっかりはいじれないからな。乱入率アップにあれを入れても、それでもあんのかな。お、久しぶりエラーコード、もう一回出る、珍しいな。お、今日はエラーコードだけで終わりそうだぞ。あー、ちょっと早かったか。ここで、はい、あ、出ない。あ、くそー、もう出なかったかエラーコード発生当てクイズになってたのに、せっかく。もう一回入るか。あ、まあいっか。フレンドも助っ人キャラも強戦していきたかったけども、大冒険の始まりよ。そしたらこっちでいいか。今回乱入ボスはどっちが出てくるかな。もうノーマルでいいや。はい、ここのテクニカルとか、なんかイベント類は追加されそうだけどね。火曜日目の怖いウサギを、UI 周りだったら直してほしいところはどこだろうな。もうある程度のところはこういうゲームだと割り切っちゃってね、慣れちゃったからな、パッと思いつかないけど。お、幅食いの方が出た。こっちの達成報酬も、集めてと、
無駄にアイテムが出るね、ここ。3体かまだ先が長えな。ちなみにここはあと11日長いから、ここのテクニカル追加とかはありそうだね。うん、まあ、とりあえず明日も特に変わりはなしで、明後日火曜日になんかあるんじゃろってあたりで今日はこれぐらいにしておきましょう。また明日。